、それでは続いて行われますアバンティクラス決勝第2ヒートを出場する選手をご紹介してまいります。アバンティ、こちらの方も先ほどの第1ヒートもポールでした。そしてこの第2ヒートもポールポジションを獲得しているのがゼッケン30番ワイズバックヤード田中悟選手になります。ポールポジションはゼッケン30番田中悟選手、昨年もこのアバンティのレース出場しておりました田中選手です。そして2番手のグリッドからのスタートは、ゼッケン6番になります。オートファクトリー小田光陵選手が、2番手のグリッドからのスタートです。3番手のグリッドがゼッケン1番ワイズバックヤード浦田勲選手、3番手のグリッドはゼッケン1番浦田勲選手、アバンティの昨年のシリーズのチャンピオンです。4番手のグリッドをゼッケン10番森下レーシング、ゼッケン10番は新田圭介選手、昨年に引き続いてのアバンティ出場。5番手のグリッドからゼッケン11番今田文彦選手です。昨年は全日本カート選手権 FS125 クラス、こちらの方にも出ていらっしゃったようなんですが今田文彦選手。6番手からがゼッケン21番の三島重則選手、7番手のグリッドはゼッケン8番武蔵野カートクラブ畑野忠選手、8番手からがゼッケン4番になります。ガレージ茶畑杉本秀則選手、昨年はヤマハスーパー SS クラスシリーズ第3位の成績を残している杉本秀則選手。9番手からゼッケン7番鶴田雄一選手です。昨年に引き続いてアバンティ。10番手からゼッケン5番菅原智之選手、11番手のグリッドがこちらが川崎選手だったんですが今回リタイアということで、10台でアバンティの決勝レースが行われます。ローリングモンシューです。ローリングはモンシュー、ガラス越しに入る日差しはかなり暑いんですけれども、外の空気はまだとても冷たいです。2014年 APG カップ第1戦コース上アバンティの決勝第2ヒートが間もなくスタートとなります。蒸気が振られましてクリアスタートアバンティ10台の車両が今スタートを切って、おっと今1台1コーナーのところでちょっとコラッとしました。コースに戻ります。
れたのは6番の小田光陵選手です。2番手のグリードにいました6番の小田光陵が今最後尾まで落ちています。さあオープニングラップ30番田中悟が先頭で、2番手には浦田勲、3番手畑野忠、4番手新田圭介、5番手西島重則、6位で今田文彦、7番手には鶴田雄一選手。終了3周目です。先頭そして2番手42秒台のタイム、また現在第10位の走行となっています。6番の小田光陵も42秒台のラップタイムです。アバンティの決勝第2ヒート3周終了4周目、30番田中悟41秒台のタイム、1位と2の差2秒3。1位と2位の差が2秒3、2位と3位の差が2秒2です。さあ4番手以降はご覧のように接戦が続いています。4番手には11番の今田文彦が上がり、5番手三島重則、6番手には新田圭介、7番手が杉本秀則、8番手小田光陵、9位鶴田雄一、10位が菅原智之です。さあまた今2台の車両がスピン再スタート、小田光陵2度目のスピンです。これもひょっとしたら接触があったかもしれません。7番と6番です。鶴田選手とそして小田光陵選手2台ともスピン再スタート。これで5周終了6周目、先ほどから41秒台のタイムが続いている30番田中悟です。まもなく6周終了、1位と2位の差が3秒、2位と3位の差が4秒から5秒と開いています。さあ3位争い、11番の今田選手、それから三島選手、新田選手、畑野選手、そしてもう一人杉本選手。杉本秀則が順位を7位から6位に上げて通過。さあトップはかなり差を広げています。30番田中悟、2番手浦田勲選手との差が3秒3。
島田選手、三島選手の3位争い。5番の菅原智之選手は8位で、小田光陵選手が9位、鶴田雄一選手10位です。さあ、このアバンティの決勝第2ヒートは30番田中悟がじわじわ差を広げているといった状態が続いています。再びコースレコ、ファーストストラップを書き換えた30番田中悟、41秒689、1位と2位の差が4秒2です。1位と2位の差は4秒10周終了です。残り4周、1位と2位の差は4秒2から3秒9、少し縮まります。3位、4位、5、6、7、じゃあここで10番の青田圭介が6位から5位と1つ順位を上げて戻ってきました。その後、後の選手、杉本選手、そしてまた1つ順位を上げたのが6番の小田光陵です。現在8位です。まあ、2度のスピンがありました小田光陵、現在8番との走行です。11周終了、あと3周、1位と2位の差3秒88、2番手の浦田勲選手、12周終了、13周目、そして第3位の今田選手、4位でゼッケン10番新田圭介上がってきました。5位が三島選手、6位で杉本選手。これでアバンティ30番の田中悟先頭にファイナルラップです。さあ、この3番手争い、11番の今田文彦選手、新田選手、三島選手、杉本選手、そして今他の、小田光陵選手が第7位で通過、菅原選手、鶴田選手、まもなくゼッケン30番の田中悟選手チェッカーです。第2位の浦田勲選手、さあこの集団が3位争いの集団、結果的には11番の今田文彦が第3位を守りきりまして、第4位に新田選手、第5位が三島選手、6位杉本選手、小田選手までチェッカーを受けています。7位の選手、8番手菅原選手、9位が鶴田選手。
帝国でお呼び出しいたします。ただいま送還終わりましたアバンティゼッケン6番、アバンティゼッケン6番小田光陵選手コントロールセンター2階へおいでください。アバンティゼッケン6番小田光陵選手